everyone, how are you? I'm Arisa Namase.、thank you for watching this video. ということで、ななてアリーサです、本日も貴重なお時間、このビデオを見ていただきまして、どうもありがとうございます。今日は前回に引き続き、どのように見ていくか、もう海外ドラマを字幕なしで1ヶ月で見る方法の第4話目ということで、どんどんちょっと進めさせていただきたいと思います。前回はシーズン1の、どういう風にビデオを見ていくか、ドラマを見ていくか、英語の字幕プラス英語の音声で分からなくてもいいので見てもらうということがなんで大切なのかについてお話ししました。そのやり方で、ね、だいたい5話ぐらいまでは見てみてください。シーズン1見てください。だいたいその海外ドラマってシーズンがあるじゃないですか。だいたい1シーズン、シーズン1とかシーズン2とかあるんですけど、1シーズンが多分だいたいどのドラマも13から18とか、23とかだから、ドラマのエピソード。で、できてます。長いともっと長いと思うんですけれども、これぐらいのエピソードできてると思うんですね。で、シーズン1こうやって見ていただいて、シーズンが、シーズン2になると、多分耳が慣れてくると思うんです。何言ってるかはまだ分かんないかと思うんですけど、分かる方もいると思うんですけれども、とりあえず耳が慣れる。英語にも出てくるんですね。耳が英語に慣れる。で、登場人物の喋り方とか、癖とか、怒った時こうやって話す人なんだっていう感じで、またその、ドラマにも耳が慣れてくるんですね。で、結局、言ってたように、音声、プラス、字幕、これを英語で見ていただくんですね。で、これがもし分かんなかったら、音声、英語の、プラス、字幕の意味を、で、内容もしっかり理解してもらえれば、ドラマも楽しめると思うんですね。これを繰り返す、ひたすら繰り返してくださいということです。だいたい、そうですね、この繰り返すというのが大事なんですけれども、普通、これもし、英語教材、よくありますよね、監督がいいから何度もこれを繰り返して聞いてくださいとか言うんですけど、そんな英語教材だったら、私は特にそうなんですけど、何回も繰り返して聞くんですけど、絶対飽きちゃうんですよ。でも向いてない。英語教材は繰り返して聞けないです。飽きます。で、ただ、しかもこの英語教材高いじゃないですか。飽きるし。わかんない。何万とかしますよね。で、ただこちらの方法でドラマを見ていただければ、海外ドラマなんて1個レンタルすればいくらとか、何十円とかの日もありますし、何百円とかで売ってます、借りれますので、かなり安いですし、英語教材できますよね。で、そちらの方も飽きが来ないので、面白い、注力性があるお話しましたよね。今、注力性があるので、飽きが来ないです。だから、こういったネックが潰れます。で、繰り返す。ことができます。繰り返して勉強ができるんですね。で、普通にこうやって見ていただけると、で、普通にこうやって見ていただけると、で、その海外ドラマを見ていく中で、ちょっと気になった単語とか、例えば単語、分かんない単語どうすればいいの、分かんないのが出るの、全部調べなきゃいけないのとかって聞いていただく方も見えると思うんですけれども、そんなことしなくていいです。まだドラマを楽しんでください。まずドラマは気になった単語、単語とか言い回し、多分聞いてると、単語とか文章、
そうだ、あの簡単なのだとあの By the way とか、なんだろう、なんだろうな、あ、この間私もちょっとドキュメンタリーのドラマを、海外ドラマを見ていて、その中の一人の女の子が I call shower って言ったんですよ。 call I call shower、 シャワーわかりますよね、普通 のシャワー、浴びるシャワーで、call shower、 I call shower、 I が来てるんですけど、call ってなんだろう、シャワーを呼ぶみたいな、ハテナみたいな感じだったんですけど、まあちょっと場面的にも、まあ、シャワーを私が浴びますよっていうことなのかなと思って、後で確認してみたら、ポーカーとかでもコールとかってあるんですかね。まあなんかそれを一番初めに自分が取ったみたいな、シャワー取ったみたいな、そういう感じで、使うときに、I call shower みたいな感じで言うらしいんですけど、そういうのとか、あとドラマのフレンズ、海外ドラマでフレンズっていうドラマがあると思うんですけど、よくHow do you doing? とかっていうのがよく出てくるんですけど、で、これ、なんて言うんだろうって気になったら、調べてみてください。どういう意味なのか、どういう時に使うのか。実際使う機会あれば、すぐ使ってみてもらってもいいですし。で、シーズン3まで行くと、多分、ね、まあ、かなり見ていただいてるはずなので、シーズン3、ワン、ツーは大体そういう感じで、まあ、繰り返して英語の字幕と音声で繰り返してもらって、シーズン3ぐらいまでになると、多分、キャラクターの性格とか、話し方とか、英語の癖、英語の癖とか、あとまあ、ストーリーも大体読んでくる。あ、こういうのが起きて、こうなって、こうなるんだよね。毎回こうなってこういうものが起きてみたいな、それでストーリーが読めてくる、で誰かが浮気してみたいな。で例えば英語で何言ってるか分かんなくても、語尾を上げてたらこれなんか聞いてるんだなみたいな、なんとかなんとかなんとかみたいな、上げてたら聞いてるんだなとか、質問を多分今なんか聞いてるのかなみたいな、それぐらいまでは分かるようになってると思うんですね。で例えば基本的に1日にもしドラマ、このドラマを見始めていただいて、1日に、もし仮に2話ずつ見てみます。見てみたいから見ちゃっていいんですけど、2話ずつ。だいたい、1話が40分だと思います。40分なので、で、これを40分って見ながら、40分ぐらいのものを、かける2話見ていただくと、これだけで、80分。かける1時間と20分。1時間20分で英語を切ったことになるんですね。1日にもし2話ずつで、40分のものを2話ずつだと、1日に1時間20分。で、3週目ぐらいまで行くと、これかける、1日にこれかける、21時間以上ですね。英会話の勉強をしてるっていうことになります。もしこれ例えば日本語の字幕で、プラス、英語の音声で見てたとしても、さらにまた、その2倍ですよね。自然と英語と触れ合う時間が増えていきます。で、例えばこの2時間、1時間とか、まあ、プラス日本語ですから1時間、2時間になるんですけれども、例えばもし、2時間勉強してください。2時間の勉強ってなんかきついと思いませんか？大学の授業とかだと2時間。高校とか中学とかだともう1時間とかでもかなりきついなと思うんですよ。こんなやりたくないと思います。ただ、2時間もし、テレビを見てください。2時間テレビを見てください。しかもあなたが好きなテレビです。興味があって面白いテレビです。続きが気になります。そういうテレビを見てください、2時間って言われたら。皆さん、勉強かテレビだったらどっち撮ります？
テレビ撮りたいじゃないですか。またこっち、あっちで、それを撮りたいじゃないですか。ということで、まあ、非常に続けやすい、やり方かなっていうことで、すごくお勧めしてるんですけれども。で、さらに、なんで海外ドラマをここまで、皆さん、見て、進めていただいてるかというと、英語の音声聞くときに、日本語でもそうなんですけれども、例えば、興味がないとか、まあ、校長先生のお話とか聞いてても、眠くなっちゃうじゃないですか、正直。で、ただまあ、例えば自分が好きな人が、一生懸命どういう子がタイプだみたいな話をもししてたら、必死になって聞くじゃないですか。それと一緒で、話の内容を知りたい。それがすごく面白くて知りたいな。何言ってんのかな。というふうに思うと、海外ドラマなんか見ていただいてね。みんなも自然と始めます。じゃないですか。一生懸命注意して聞くじゃないですか。注意して聞かないと分かんないです。意味ないんで。まあ話の内容知りたいので、これが一番いいですね。で、まあ例えば英会話スクールとか、まあ学校の授業、英語の授業を受けてても正直つまんないかな、まあ寝てるとか、そういった人も結構いると思うんですけれども、まあ、要は何でかっていうと、まあ、こう聞いても左から右に流れてちゃうんですね。で、まあこれじゃ意味ないんです。だからみんな、6年間英語の授業がこれ受けてても、いつまで経っても喋れるようになるんですね。で、興味がないからです。で、まあ、好きな俳優が出てるとか、可愛い、綺麗な女優さんが出てるドラマでもいいんで、興味のあるのドラマを見ることで、この人何言ってるんだろうって知りたくなるので、話の内容も知りたいし。それで、耳を傾けるっていうのがすごい大事なんですね。で、シーズン3のところまで行って、シーズン3まで行きました。まあ、シーズン3の見方はちょっと見せてたんですけども、シーズン3ぐらいまで行ったら、さっき言ってたように、だいたいなんとなく掴めてくると思うんで、そしたら、まず、ここで、音声のみで見てみてください。多分ここまで行ってるときに、ある程度ちょっと自信ついてくると思うんですよ。シーズン1、シーズン2と、英語の音声字幕で見てれば、まあ、20もしエピソードがあったとしたら、40エピソード見てれば、なんか英語わかるようになったんじゃないかな、みたいな。あ、なんか私、もう英語ペラペラになってる気がするわ、みたいな。そういう感じになってると思うんですね。何言ってるのか目で追えるようになったし、みたいな。で、ここで初めて英語の音声のみで聞いてみてください。そしたら、必ず皆さんがへこみます。全然何言ってるか分かんないよみたいな、できてると思ってたのにみたいな、必ずへこみます。ちょっとはそれでもし分かればすごいいいことなんですけども、ただここまで来てもちょっと英語の音声だけだとまだ難しいかなと思うんですけども、ただへこんだとしても、ここまでで何ができたかっていうと、英語の速さに慣れてます。英語の速さに多分慣れてる、ある程度。多分ついていけるようになったと思うんですよ。初めと比べたら。で、やっぱ内容はなんとなくわかりますかね。わかってきますよね、ドラマ。で、ここまで見てれば、一話で何が起きて何が起きて、この人がこういう性格で、みたいな内容がなんとなく把握できると思うんですよ。で、プラス、初めは 10% ぐらい。10% ぐらいもし内容が分かれば、それは上出来です。すごい。すごいよく頑張ったと思います。私も、だいたいそんなもんだったんです、本当に、初めは。で、まあ内容がなんとなく分かるかなぐらいまでなれば、ここで十分です。シーズン3の段階でここまでいけたら十分なので。はい。まあ、なんとかでもここら辺までは来てほしいですね。で、もしここまでいけなかったら、また繰り返しシーズン1、シーズン2ぐらい。まあ要は40話ぐらい。まあ30話でもいいですけれども。20話でも30話でも40話でもいいんですけど、なんとなくここまでわかるドラマでなっておきましょう。このようには、なんか英語の、まあ、聞いてくる人を目で見て追う、その練習なんかも繰り返してやるってことですね。で、まあ、シーズン3で音声までで聞いてみました。ちょっと凹みました。で、その次何やるかって言ったら、まあ、ネタは、普通に英語の、
で、英語の音声を当てはめていきますね。プラス、まず英語の字幕。で、もう見てください。で、またもしここでわかんなければ、まあ、ここ、音声このようなね、プラス字幕を日本語で内容。内容気になると思うので、内容を見ていただいてもいいかなと。で、ここまでやってもらって、じゃあ、ここまで来たときに、ポイントがまたあります。まあ、今回のポイントですね。ここまで来たときに、まあ、結局、主人さんぐらいまで来たら何が言いたいかと言いますと、ポイント。ポイント。そのドラマに、慣れてください。慣れ。ドラマ。このドラマに慣れてもらって、あとは、その人のキャラ、キャラクター。さっきちょっと書いたんですけど、ね、今、ビデオの。キャラクターにも慣れて、あと場面とか。だいたいピックルが決まってくるんですよ。学校とか、学校なら学校のところ、カフェテリアのシーンとクラスのシーンとか。そういうのになるときに、画面とか、あとは、まあ、展開話の展開とか、こうやって解決していくんですね。それに慣れてください。ここまでできるようになってほしいです。今のところ。で、例えば、ここまでできればですね、何が言いたいかというと、例えば、もし初めて旅行とかで行く土地で、何がどこにあるのかわかんない。じゃあ、どこに何があるか聞きたいみたいな。それは英語で話しても、わかんないです。旅行とかで行ってわかんないと思うんですけれども、ただ、もし例えば今の生活をしていて、朝起きてまず、この決まったカフェに行って、こうやって聞かれて、こうやってこのコーヒーが欲しいって言って、このケーキを食べて、ありがとうございましたって言って。決まったやりとりをもし毎日していて、ある日突然、それが英語にすべて変わってたとしたら、英語自分がもしわかんなくても、その店員さんがいつもこう言ってる言葉が英語になってただけなんで、あ、こう言ってるんだなっていうのがわかるじゃないですか。話の展開が読めるってこと。で、次はこのお砂糖とミルクはいりますかって聞いてくるんだなってわかってれば、英語でこうやって聞いてきたみたいな。多分こう言ってんだろうなっていう予想が出てくるのが、展開が読めるじゃないですか。まあ、そういうことなんですよ。ドラマって、まあ、話がいっぱい続いてるので、そういうところなんです。そこができるようになってほしいですね。じゃあ今日はここでちょっと長かったんですけれども、お疲れ様でした。では、いよいよ次がラストになりますので、どうぞ、ついてきてください。また、See you later! Have a nice day! ナナさん、リーさんのアゲアゲ、エブリデイズ。とあとまあ日々の日常ブログ、ハリウッド上位目指すナナサーリーさんのアゲアゲです。そしてTwitterにフェイスブックに、ビーガールズという、まあ美を求める、まあ、美意識が高い女の子のポータルサイトがあるんですけれども、そちらでも、美意識ブログを書かせてもらってるので、こちらでもいろいろ動画とかもアップしていこうと思ってますので、ぜひチェックしてみてください。英会話シリーズもどんどんアップしていきます。